クタ・ブラジルは東京生まれの日本人音楽家、パーカッショニスト、DJ である。英語、ポルトガル語、スペイン語に通じ、MC、プレゼンター、リポーターとしても国内外のメディア、舞台に出演。自らが現地で見聞、体験した一時情報による寄稿も多い。日本を拠点とし音楽家、プレゼンターとして活動。ニュースウィークし、世界が尊敬する。 日本人100やユニクロ社の広告、フロム、東京トゥザワールドのモデルに選出されている。国内外で、ライブミュージック、クラブミュージック、野外フェスなどの各音楽シーンにて、主に活動。多楽器奏者として、結名詞、三浦大地ほか、日本国内リリース作品に参加。また、ブルーノートレコーディング、ミスターボンゴ、イルマなど、世界リリース作品に参加。 MC としては、MTV の番組 VJ をはじめ、JWave や東京 FM にレギュラー出演し、選曲も担当。サッカー関連では、ニケフットボールや、FIFA 公式ソニーフットボールの試合、イベントでもメイン MC を務めている。海外では、1990年より渡米し、米国の音楽やアートに傾倒。1997年より、ブラジルでの活動を開始し、 現在も主にリオのカーニバルにおいて活動を続けている。通訳を介さず各国の人と直接対話するスタイルで2013年 FIFA Confederations Cup をはじめ2014年 FIFA World Cup2016 年リオのカーニバル2016年リオコリンではブラジルにて現地リポーターを務めた。パリこれでは音楽演出を担うなどブラジルに限らず スペイン、ポルトガル、フランス、イングランド、アメリカ、シンガポール、タイなどのイベントに出演している。1997年に初めて、単身リオデジャネイロに渡り、ブラジルでの活動を開始。1998年より、リオ市のクラブチーム CR バスコダガマの応援団、フォーサジューブムドゥー、バスコのメンバーとして活動。2008年には、 CR バスコダガマの上級会員に登録され、後に、本部圏スタジアムであるエスタディオソーンジャニュアリオの、電動カウサダダファーマに刻名されている。1998年、リオのエスコーラジサンバエスティサオプリメラデマンゲーラに、参加し、カーニバルに出場。演奏を中にマイクを渡され、歌い、その模様が、ブラジルの放送局ヘジグローボに取材された。2001年、 サンパウロサイコのエスコーラバイバイのバテリアメンバーとなる。同年、リオの三大エスコーラの一つ GRES、インペリオセラノのバテリアメンバーとして活動。2014年より、そのベリアグアルダ賞、ベイリアグアルダ賞、マエストロたちによる選抜バンドのメンバーとなり、賞に出演。インペリオセハーの公式メンバーとして活動が16年目となる2016年には、 エスコーラより公式打楽器指導者賞が外国人に大使初めて授与された。翌2017年にはバンデーラがリオのエスコーラ史上初めて外国人に授与され、公式認定の日本支部代表となったことがブラジルの新聞、ジョーナル・オーグローブ氏によって伝えられた。また同年過失、再発行されたインペリオ・セファーの音楽資本、セーラ、セレニア、セラーの、オー、 インペリオ・ドゥ・サンバに名前が掲載されている。ブラジルの現地メディアでは、2004年 MTV、ブラジルにて自身の特集番組が制作、放映された。2016年、ブラジルの放送局ヘジグローボの番組、エスクエンタに出演。同年、グローボ系列のスポーツ専門チャンネルスポート部のリオデジャネイロオリンピックをテーマとするドキュメンタリー、 A オリンピアードパッソーポルアキに出演。2017年には、ブラジルサッカー連盟が制作する公式番組、CBFTP にて単独特集された。リオのカーニバルにおいては、リオ市観光局公式プレゼンターに認定され、フォトグラファーとしても活動を続けている。ありがとうございます。